みな、えー、さんこんにちはえっ、ー、とですね今日は、えー、今からでも間に合う最速の口述対策とはということで約1時間ぐらいお話しさせていただきます担当はレック専任講師の弁理士の吉村ですどうぞよろしくお願いいたしますで、まずはじめにですね皆様、えー、論文試験合格おめでとうございますであと弁理試験も3週間ぐらいですね3週間ぐらいあの口述試験一緒に勉強頑張っていきましょうで、 今日はですね今からでも間に合う最速の口述対策とはということでお話ししていくんですけれどもちなみに口述今から勉強するぜという方はどのくらいいらっしゃいますか半分ぐらいですね今生クラスの中の半分ぐらい手を挙げていただきました大丈夫です今から間に合いますで今からその最速のものをお伝えしますのでどうやってねうやって口述 効率よく勉強していけばいいのかっていうのをねあのお伝えしていこうと思いますでまずですね客観的にね口実試験に合格するためにはどういうことが必要なのかというのを見ていきましょうであの採点基準を ABC のゾーン方式としえ合格基準は C 評価の科目が2科目以上ないことと記載されていますで ABC で A が一番いいんですね。よくできる。で B が普通にできている。で C がちょっといまいちだった。でこれを特日、伊、e、章、3科目それぞれに対してだいたい10分間ぐらいあの門通してあの ABC ってつけられます。でですね、まずここから言えるのはあの合格基準が C 評価の科目が2科目以上ないことなので C1 科目でもいいんですよね。これね。 っていうのがまず第一だなんであのよくあるのはあの口述試験むっちゃ緊張するんですけどなんかあまりにも緊張のあまりその普通特実印象で特実から始まるんですけれども特実でも緊張のあまりもう喋れなかったということであの特許法の一番最後にですね 意証法、商標法では頑張ってくださいねみたいなことを声かけられたりしてしまったりすることがあってでそれって要は、特実は C ついちゃったけれども意証法、商標法はあの頑張ってくださいねみたいな特実は C ということなんですけれどもそれで、ね、諦めちゃいけないんですよね、これね気持ちを切り替えてください、意証法、商標法があの B 以上だったら受かるので1科目ダメでも諦めないということが大切です。 であともう一つはですねあの A 取りに行かなくていいんですよねこれね A が一番いいんですけども A は取る必要ないと C, 取る必要あ C を取っちゃダメっていう試験なので、B、常に安定して B 以上を取りに行くっていうのが大切ということが分かりますだからイメージとしてはそのホームランを打ちに行くのではなくそのどんなボールが来てもどんなボあの問題が来てもヒットを打つみたいな あの勉強方向が好まましいといととうことになりますじゃあところで ABC どうやってあの採点されるんでしょうかどうやってつくんでしょうかでこれはの特許庁のホームページには書いてないんですけれどもあの受験生さんのねあの再現とかお話聞いてる限りどうやらこんなことがこんなふうに採点してるんじゃないかと言われてます。でだいたい えと6問から12問ぐらい年によって科目によって違うんですけどもだいたい最近だと10問ちょい少ないぐらい出るんですけれどもあのそれ十10分間であの 1, 問1問ごとに問題出されて OK だったら次の問題でいきます OK だったら次の問題に行きますみたいな感じで進んでいくんですけれどもその限られた10分ぐらいの間に最後の問題までいければ最後の問題まで回答しきれば 原則 B. 以上がつくと。でもしね、十分間の間に最後の問題まで行かない場合には C. がつく。と言われております。で、あの、再現見たり、受験生さんのお話聞く限り。まあ、そんな感じです。最後の問題まで回答されている方は、だいたい B. 以上がついていると思われます。で、えっとですね。 なのであの時間内にその最後の問題まで、ね、行くみたいなあのテクも必要になってきますでちょっと後でお伝えするんですけれども仮に、ね、それが条文見ればあの答えれちゃう問題だったら自分から、ね、条文見ていくとかあと一番いけないのは沈黙がシーンって続いちゃうんですよね何か聞かれて分かんなくてシーンってしちゃう場合があるんですけれども 年によってはなんか助け部で出さないみたいな年があったりとかするんですよね。でそうすると沈黙が続いちゃったりとかするのでどうにかしてなんか打開していかなきゃいけないんですよね。でその打開するテクとかがあるんですけれどもまあちょっと後でお伝えします。はい、でこれがあの客観的なその便利試験に合格するためにどういうことが必要なのかというお話でした。で次にですねじゃあこれをするためにはですねだから 特実遺書で B 以上を取っていくためにはどうすればどうやって勉強すればいいのかでそこにはですね私は3つのポイントがあると考えておりますで第1に条文青本で第2に過去問第3に場数を踏むでございますでこれそれぞれについてお話しさせていただきたいと思いますで今日ねたいその60分ぐらい話すとお伝えしたんですけども一番重要なのがここです口述のお約束 えとね、これだけは覚えて書いていただければと思います。まず条文で答える何か聞かれたらまずね条文に記載されていることを答えるようにしましょう。で理由趣旨については青本に記載されていることを答えるようにしましょう。でこれ何なんだっていう話なんですけれども。 口述試験って門頭でやり取りするじゃないですかだからなんか非常にこのなんか試験員のそのなんかあの何か,、ね、か主観が入りがちなんですよでそれを避けるためにできる限り客観的に採点していこうみたいな考え方があって試験員は問題と紙のセットを持ってるんですよでこんな感じの紙を持っておりますおそらくねあの見たことないから分かんないですよ で、なんか紙があって。で、おそらくね。この左側にね。問題19。Q、1でここにねアンサー1書いてあるんですよ。特許法の特許発明とは何ですか？自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものです。みたいな答えが書いてあるんですよ。はい、そうですね。じゃあ次の問題いきます。とか言って q2 があって。 でこれに対してそのアンサーの2があってって言ってまあ大体ねざっくりですよあの9の,その10ぐらいまであるわけですよ。でこんな感じの,その問題と解答用紙を持っててなんか試験委員の,その試験本番の時の動きを解説あの観察してるとこんな感じなんですよ。はいじゃあ何々についてお伺いします。何々についいてお答えください であの主査の先生とまあ福の先生がいらっしゃるんですけれどもで23メートル離れて受験生さんがあの座,座ってねテーブルの上に座ってでテーブルの上にはそのなんか対応条文とメモ用紙があるんですけれどもそんな状況でまあ答えていただくんですけれどもそれであの主査の先生がこんな感じで聞きます。でねあの副査の先生はここでなんか答えたことをなんかねこうやってピッ ピッピッピッってねあのなんかチェックしてるんですよね。でこの問題主査の先生が読み上げて副作の先生はその回答を言えたかどうかをチェックしてるんですよ。でここに書いてあることを言えればはいじゃあ次の問題へ行きますみたいな感じで口述試験は進んでいきます。で話に戻るんですけれども要は。 だからあのこ,こ,ここの、ね、アンサー1に書いてあるところが言えれば OK なんですけれどもじゃあここに何が書いてあるんだって話なんですけれどもあの最もあの信頼性が高い情報が記載されていると思われますでその最も信頼性の高い情報というのが条文ですねあの特許法とか実用新案法とか意証法とか商標法の試験なので条文の言葉が書いてあるとで条文以外の知識が問われることがあるじゃないですか理由とか趣旨とかね でそれ何が書いてあるかっていったら、まあ、原則青本とかの言葉が書いてあるんですよね。ということでここにねあのあ条文青本の言葉が書いてあるのでそ,れをいその言葉を使って言ってあげると、うん、まあ確かに言ったねじゃあ次の問題行きましょうって言って次の問題に行きやすくなるという現象があります。なのででまず条文で答えて 理由については本に記載されていはこととを答えててくださいというお話になっております。ででもねそんなこと言ってもあの結構ね年によってねばらつきがあるんですよその。年によってはすごく条文通り言わなきゃダメみたいな年があったりなんかあの合格率が高くなってくるとあんまりうるさいこと言われなかったりとかするんですよ。 で私の経験上ねその合格率が9割を下回る年ちょっとねその平成20年ぐらいから口述試験ずっと難しくてねあの合格率ねその78割下回ったりとかしてたんですけれども、まあ、平成27年ぐらいから、ね、9割超えてきたんですけれども9割超え始めるとあんまりうるさいこと言われなくなるんですよまあなんか近いこと言ってればまあ一してあげようみたいな感じになってて。で9割より下だとあの 業として特許発明を実施する権利を占有しますとか言うとねあの特許発明を実施するって書いてないんですよね特許発明の実施をする権利ってその条文に書いてあるんですけどもちょっと違うからちゃんと言ってみてみたいな感じなあの条文通り言えとかね青本通り言えみたいなのが始まったりとかしますじゃあここ最近どうなのかっていう話なんですけれどもずっとキューバでこう言ってきてなんかあんまりうるさいこと言われなかったんですよでもねなぜか 去年その令和4年度は合格率がまあ高かったんですけれどもちゃんと条文通り言ってくれみたいな指摘が多かったっていうのがその去年からの新傾向ですね。合格率高いんですけれども条文通り言えとでそうするとねあの条文通り言わなきゃいけないから大変じゃんと思いがちなんですけれども口述試験は34年ぐらい前から条文を 見ななながら回答してよくなったんんでですすこんなイメージですちょっと前まではあの条文を置いてあるんですけれども分かんなかったら「条文参照していいですか?」って言うと「どう,でどうぞ」って言われるんですいません失礼しますって条文をねこうバッて見て10秒か10秒10秒から15秒ぐらいで覚えて「覚えた言える?」と思ったらこうやってガって閉じて手を離して失礼しました。 えと特許法の29条の2は、えー、なんとかなんとかでみたいな感じで,で条文を閉じて言わなきゃいけなかったんですけども3年ぐらい前34年前からあの条文見ていいですかどうぞ失礼しますって条文見てこのままねこう他人の登録防護表彰と同一の商標であってその防護表彰登録にかかる指定商品また指摘物に使用するものですみたいな感じであの見ながら言ってよくなったんですよ。 ただし何かね次の問題に行くときに「すいません条文閉じてください」って言われますので OK もらったら自分からこう条文を置いて手を離してくださいね。でこんな感じでまあねその条文をねあの答えなければいけないんですけど昔ほどねその覚える必要はなくなってます。条文見れるからねでここがねちょっといろいろ難しいんですけれども。 じゃあ全く条文を覚えなくていいのかって効率のいい受験生さんは思うじゃないですかでそれが、ね、ちょっと甘くて工術の,その合格率って95%ぐらい超えてるじゃないですか去年とかだと96.4%なんですよで96.4%だったらまあそんな勉強しなくても大丈夫っしょ。自分はその 回0.5%絶対入ってないと思うだからそんな勉強しなくてもいいと思いがちなんですけれどもベ弁理試験の受験生さんねみんな勉強得意なんですよでね、勉強してなかったしてないしてないとか言っても案外やってて受験生さんね結構ねその勉強してきますてちょっとあ,あのこの3の括弧1に 書いてあるんですけども結局なんか合格する受験生さんって口述試験合格レベルにある方はですね試験前までに試験当日に、ね、過去問およびその類似の問題についてねほぼ確実にね答えることができるようになってます。で新作問題はね突っかかりながらも、まあ、受け答えとか誘導に乗りつつ答えることができるみたいなね、まあ、運が悪ければ答えることができない場合もあるんですけども。 こんな感じで過去物かその類似問題についてはね条文見ないで結構ねバーってねあの再現できる程度に勉強してきますなので口述試験をなめないでこれからね3週間しっかりインプットしていきましょうであともう一個言いたいのがあのいろんなデッカな先生方には条文見ちゃダメっていう人もいるんですよ答えるときに。でも あのそれはある意味どういう意味かというと、まあ、インプットとアウトプットに分かれていて最近その工事の合格率が上がってきてなんか全く勉強しない人が増えてきたんですよ。何か聞かれて分からなければそのなんか条文見て答えればいいやとか言って安易にその条文数を見る受験生さんが増えてきてでそういうのは良くないやとせめて過去問とかその類似の問題についてはその。 条文集を見ないで回答することができる程度には勉強していこうよよということで葉っぱをかける意味で条文見なんであの条文見ないでっていうのはそういう意味だと思ってください条文見ないでその過去問とかね条文とあじゃない過去問とか類似問題を解くことができる程度には最低限勉強しようよっていうことだと思ってくださいね。で実際の実のの口模試ととか本試の場で条文見ないと 時間が単に過ぎていくんですよね。で、さっきお伝えしたように条文見て。でもその最後の問題まで行けば原則 b 以上つきます。で、4。5年に1回ぐらい。あの最後の問題まで行ったんだけど、ダメでした。みたいな人が稀にね。その500 600人に1人ぐらいいるんですけれども超レアケースです。基本的にはもう条文見ても最後の問題も行けば b 以上つきますので。 あのアウトプットの場ではねあの条文見ていいですからねインプットの場ではその見ないように頑張って練習しますけどねみたいな意味だと思ってください。なのでねあの自分の言葉は基本的にダメですよさあの話戻りますけれどもこの試験員のこのアンサーの部分には。 条文とか青本とか審査基準のね言葉で書かれてますのでできる限りこの言葉でアウトプットできるようにインプット字はね準備してくださいねという話でしたでこれが条文青本であと過去問の話いきますでじゃあ条文青本があの 大切だとということはじゃあ条文青本からやっていけばいいのかなと思うんですけれども条文青本からやってったらいくら時間があっても足らないんですよどこが大切かわからなくてで条文も青本も膨大じゃないですかだからこれからやっていくのにあまり効率が良くないで何を始めればいいかというと過去問でございますぶっちゃけ過去問が本誌で出ます口実は。おそらくその口実試験って 公表されなないいじゃないですかこんな感じの問題聞きましたみたいな出るんですけれども公にされてないんで試験問題作る側も、まあ、出てないから使いましてもいいかみたいな感じで多分ね使い回すんですよで去年の問題とかもう顕著で結構昔のね問をね引っ張り出してきて出したりとかしてるんですよね。と私その平成10 8年合格なんですけど私が勉強した付近のねなんか過去問をねこれ焼き直してるんじゃねみたいな感じの問題が去年出ました。ということでね過去問がね本誌で出るんですよというであとあの交通試験のあたないや便利試験の受験生さんってみんなね勉強上手なのであの過去問とか一度出た問題についてはねちゃんと時間かけてほぼねあのできるようにしてくるんですよね。であの 担当と論文って皆さん突破されて何となく雰囲気分かってるかと思うんですけれども担当と論文についてもだいたい模試とか過去問で出た問題についてはもうこれ気質の問題なのにやったことあるよねっていうことでほぼ回答してくると思うんですよ。で,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 で全く同じことが口述についても言えます。 でね、あの先はまあ、後で言いますけどね。さっきもやりましたけども、過去問とか、そのもん類問題についてはね。ほぼ確実が答えることができるように、まず準備しましょうというお話でした。で、あとですね。あの場数を踏むというのが重要です。アウトプットしましょう。ってことです。で、あの皆さんね。その勉強得意なので、こんな感じで勉強してくださいって言うと、まあその通りできるんですよ。うちでで。 あの私の劇場見てると足らなくなるのはこれでですすアウトトプットですインプットは頑張ってギリギリ3週間でギリギリ間に合ったんだけれどもちょっと練習量が足らなくてなんかあのうまいかわし方その誘導に乗る答え方とかなんかあの分かんなかったらねその条文答えることができる問題だったらすぐ条文見ちゃうとかあの分からないながらも。 あのなんかもっともらしいこと言うんですよ「酷だからです」とかね。であのこうやって短く回答すると会話のキャッチボールのボールがあっち側に映るのでそれに対して合ってる間違ってるヒントが来るんですけれどもあの慣れてない方だと何か聞かれて分かんないと「えー、とこうこうこう」で「あれあえー、ん?ん」とか言ってなんか。 ずっとそんな終わらなくてこっちもなんかヒント出したいんだけど出せないみたいなねもう次の問題も行きたいんだけど行けないみたいなそういう状況になっちゃったりとかするんですよ。でそういうのを避けるために分かんないながらも何かもっともらしいことを端的に言うで回答を終わらせるみたいなテクがあったりとかするんですけれどもそれがその練習がねちょっと足りてなかったみたいな方がすごく多いんですよね。なので まああの今からこういうこと重要だって言ってねそのインプットされるかと思うんですけれどもアウトプットの機会にできる限り多く設けていただければと思います。で私のねそのセカンドフェーズっていうのでそのアウトプットをねひたすらやろうっていうことでその受験会の講座で一番多くアウトプットやろうみたいな感じの講座があって残念ながらそのもういっぱいっていうことで今からだとキャンセル待ちになっちゃうんでちょっと申し訳ないんですけれども。 まあぶっちゃけ言うとその私の講座以外にもレックでもいろんな、ね、アウトプットの講座を用意してますし喪失も含めてあとレックの,このガイダンスで言っていい,どうが言ってい,いのかどうか分からないですけども他にもたくさん受験予備校あるじゃないですかでしかもその会派が、ね、あのいくつかあるんですよで会派の方々もあの講述練習会っていっていろいろやってくださるんですよねであの時間が許す限り僕はあの受けることをお勧めします。ややればやるほど あの本試験でミスる可能性が少なくなります。で特におすすめが春秋会っていうところですね春秋会春秋会,っていう春秋会っていうのがあるんですけれども何がいいかっていうと本試とその同じ会場で貸し切ってあの練習してくれるんですよね。で本試の会場と同じところでやると。 一度練習しているので本誌の時もちょっと緊張感が和らぐんですよね。でまたその会場まで実際行くのでああ実際この出口からこういうふうに行くのかみんなここで歩くの,がその5分ぐらいかかるんだって分かったりとかするんであの会派の中でもおすすめはその春,秋会あの春秋会っていうのをちょっとねググって申し込んでみてください。でねその私のセカンドフェーズの,あの講座が埋まっていることからも分かるように。うん 結構、ね、すぐねその,あの口実なアウトプットコーダってね定員で締め,締め切っちゃうんですよねなのでなるだけ早くねあの申し込んでいただければと思いますでこれが試験合格のための3つのポイントでしたでこれらを踏まえてじゃあね最速でいくにはどうすればいいのかというのをお伝えしていこうと思いますでまずその先ほどお伝えしたんですけれども まず過去問を完璧に答えられるようにしましょう。で一番多い受験生さん落ちるパターンはちょっと口述なめてたりかつその勉強するのが時間が遅かったので口述のねその過去問およびその類似の問題についてねきちんと答えることができなかった。 みたいな感じで落ちちゃう人が多いですよねでこれやってる人はやってるんですよであのやればそのできるものなのでやってる人とやってない人で明確なこの差ができちゃうんですよねなのであのこれはね過去問題では絶対やりましょうで先ほどお伝えしましたけれども重要なんでもう一度言いますよで「考試験合格レベルにある受験生さん」っていうのは大体ですね過去問およびその類似の問題についてはほぼ確実に答えることができる。 で難しいねその条文暗証以外のものについては、まあ、ほぼ条文見ないで答えることができる昔ね意匠法26条を暗証してくださいみたいな問題が出たんですけれどもそういうのはさすがにまあちょっと条文見ながら答えないと無理ですけれどもそういう以外のものはほぼ確実に答えてくると。で新作問題は突っかかりながらも 条文とか頼りにしてねあと誘導に乗るのは何とか答えることができるみたいなのが合格試験合格レベルにある受験生さんの像なんですけどまずねここを目指しましょうまず条文やるっていうのが大切でございます。で重要度としては、ね、あなんで重要かっていったら先ほどお伝えしゃったようにあの過去問その類似の問題についておたお答,えるに答えることができるように 落ちちゃううううう人が多いいいのでそしししないようにしましょうっていうプラスいや過去問は大丈夫だったんですけれどもなんか新作の問題の事例とかでなんかうまくかみ合わないで時間オーバーで落ちちゃいました」みたいな方もいらっしゃるんですけれどもあのなんかたくさん受験生さんをこう問答していくとなんかね初め数問なんか過去問レベルとか基本的な問題出させてその出すんですよね。 でそれで何校かやってるとあこの受験生さん全然勉強してないわこの受験生さんはむっちゃ勉強してるなみたいな感じで23問出すと大体、ね、なんか心象が形成されてしまうんですよ、この心象メーターがあってこっちが心象悪いこっちが心象いいだとして23問やってね、多分試験員もそうなんですけどわこれ、ダメだわ。<laughs> この受験生さんかなりイケてるなかなり難しい問題他の受験生さんが答えてないとこうかなり精度高くいったなこの受験生さんできるわみたいな感じで新装メーターがこうありましてでそのままそのなんか何問かやった後と新作行くんですけれどもその新作や行った時に新装メーターが悪いときっとこの受験生さんはダメなんだろうなっていうことでなんかきつく当たられたりなんかヒントが出なかったりとかするんですよ。 でまたその過去問の,その基本的な問題のところで時間使っちゃってるんで残り時間が少なかったりとかするんですよね。なんで新作,突破新作の問題突破できないいことが多いで一方その基本的な問題その23問をほぼ完璧に回答してくると「わこの受験生さんむっちゃ勉強してるわ」でなんか今新作の問題ちょっと詰まってできなかったけれども。 何かの気の気せいいいに違いないとなんかとにかく勉強してるから頑張って受からせてあげたいからみたいな感じでいい誘導が出たり何かポジティブな何かこんなこと言って何か変なこと言ってもそれってこういうことですよねみたいな感じでな回答言ってくれたりとかして「は,はいそうです」とか言って通してくれたりとかするパターンがあったりとかするんですよ。っていう意味でも新作の問題をその何か突破するっていう意味突破する可能性を高めるという上でも 過去およびその類似の問題について短時間で去ってねあの答えることができるようにしておくっていうのがとても重要ですというお話でしたはいで話まと,めるまとめるとまずね過去問完璧に答えられるようにしましょうねで次やっていただきたいのがアウトプットを早めにたくさん行うということでございますアウトプットこれの重要性については先ほどお伝えしました あのやればやるほどあのミスりづらくなります。でね各種予備校の講座とかね口術模試とかねあ,のありますんであと会派とかもこんだけあるんでねでさっき言った春秋会これですね春秋会。で今昔はねコロナだったからなんかオンラインでやるみたいなところもありました。 でも最近コロナちょっと緩和されたので対面でやってくれたりするところもあるんじゃないかなと思いますでどっちがいいんだろうって話なんですけれどもやっぱりねこの対面でねこのなんか受け答えする緊張感ってすごいんですよねでそれを経験していただく方がいいんじゃないかなと思うんで本誌の時もそうなのでだからできればねその対面でねあのやれるところからね申し込むのがいいんじゃないかなと思いますであとこれ早めにっていうのがポイントですね で大体今から34週間後に本試験が始まるんですよ、口述の本試験があるんですけれども、皆さん、どんな感じでスケジュールを足せますかで、ダメなパターンは、よし、じゃあ、ざっくり、まあ、1ヶ月あるとして、初めの2週間はインプットに専念だ。で、インプットが完璧になったらそこからアウトプットやろうみたいな感じのね、 スケジュール立てる方がいらっしゃるんですけどもそれねあんまりおすすめしないです。もう僕はねもう皆さん担当論文突破されてるんだからいきなりアウトプットやって大丈夫です。アウトプットを、ね、もういきなり初めからやりましょう。でもう早めにもうやっちゃいましょう。で、行しインプットと並行しながらやるのがおすすめです。で、これはですね、あのインプットの 正しいインプットがされてれてばね口述用の正しいインプットがされてれば、まあ、その2週間やってその後2週間アウトプットでもいいんですけれども多くの場合皆さんその口述試験どういうものであのどういった感じでするのかっていうのが分かってないんでちょっとインプットの精度が悪いんですよねそのアウトプットやる前にそのインプットをやってこういうことをやろうって決めるとそれが多くの場合の間違っいまいちなことが多いんですよ。 でまずはじめにちょっとねいきなりアウトプットのコード出てやると全然答えられないからちょっと恥ずかしいじゃないですかだからなんか申し込みたくない気持ちは分かるんですけれども初めの方にアウトプットやって。 あ実際口述試験の口述ってこんな感じなんだで案外覚えたんだけど答えられないなみたいなでこれ突破するためにはどういうことが必要なのか,かって考えてそれ逆算してこういうアウトプットしなければいけないとしたらこんな感じで言うインプットしてこうみたいな初めにその経験をしないとねあのインプットの質が悪くなっちゃうんですよね。ということでアウトプットねあのー、早めにね やることを僕はお勧めしています。早めにかつ、あ、たくさんですね。やればやるほどミスりづらくなります。はい、で、あとね。条文引けるようにしておくっていう話です。で、あの、先ほど申し上げた通り、その、口述試験本試の場で。対応にすることができる唯一の資料が条文集、法文集なんですよね。 で私はその持ってないですけれども、あの論文試験のときにもらったや,やつですあの分。分厚いやつです。あれがあの試験のときにあ、口述試験のときにそれ,見,見,れるあ見,見れるんですよね。なので、それを弾けるようにしておきましょう。で、あのこれ、初めに戻りますけれども、口述の基本って、 何分かんない時とか結構しばしばあるんですけれども単にねなのでもし何か聞かれてうわ何これ何答えればいいか分かんないみたいな風になったらとりあえずその条文関連する条文見てその条文に書いてあることを答えるようにすることは僕をおすすめしてるんですけれどもその際にこれが必要なんですよねこれね。 条文引けるようにしておきましょう広く浅くど,こどの条文にはどういうことが書いてあってどういう順用がされててどういうねあの読み替えがされてるかみたいなねだから条文はもう覚えなくて大丈夫です今は覚えなくて大丈夫あの読み上げれば大丈夫なんで見ながらでもあの結構細かいとこまで聞かれるんですよいろんなこのなんかあの実施権の移転の要件とかね あ,のあと典型的なその条文引けるか問題で国際実用信案登録出願を衣装登録出願に変更することができる時期的な要件についてお答えくださいとかねそんなのほぼみんな覚えてないじゃないですか。でそこで 意法の、ね、条文見れるかどうかとかそういう話なんですけれどもこんな感じのね条文引けるかどうか問題が出るのでその条文引ければまあ突破できる問題がありますのでそういった意味でも条文引けるようにしておきましょうとであとねそのクラシックなね最近はあんま多くないんですけれども去年はその昔の問題の,その焼き直しだったせいか結構条文暗証問題があるんですけれども「条文暗証さ言ってください」って言われたら。 条文通り答えてくださいっていなんか、ね、条文通り言ってくださいみたいなのが結構多いんですよね。でそしたらあの絶対答えることができるっていうこれは覚えたはずだから絶対答えることができるっていう自信がある方以外の方はこんな感じでやってくださいね。条文通り答えてくださいって条文通りお願いしますって言われたら「失礼します」「条文確認させてください」「はいこれはこう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 です」って言って。 あの条文通り言えって言われたらこんな感じであの絶対自信が言える自信があるっていう方以外はこんな感じで条文見ながら答えてくださいはいでこんな感じで条文をねとにかくね引けるようにしておきましょうあと最近多いんですけれども事例問題対策で条文の言葉を用いた回答が求められた場合の対策とか言ってまあなんかこ答えるじゃないですかで答えても なんかね、あのー、そ,そ,れそれっぽいことを言ってもダメでその、ね、ちゃんと条文にの言葉を使って言わなければいけ,いけないことがあるんですよ。で何のこっちゃわかんないんでちょっと話あの具体例あげますね。平成26年2日目。 で依頼人から物品を置き時計スマホ本として一出願で部分遺書券を取得したいと相談された場合便利士であるあなたは何と答えますかで物品スマートフォンで2つの物品記載されていますよねだからまあ一遺書一出願の規定に違反するっていうことが分かるじゃないですかであのちょっと全然ちょっとまた話変わるんですけれどもあのまずね あの理,由あの理由か結論だだけ述べてくさい理由はあとね結論だけ述べてください何と,、ね、と答えますかで「一意書一出願の規定に違反する旨あの答えますと」とで「なぜですか?」って言われてからこんな感じでね理由を述べてってくださいねでこれも口述の訓練してないとついついね「こう,こう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 いう理由で物品が二つ記載されてるから一応一意こ一こうの規定に違反するって回答こ しがちなんですけれどもこれをやろうとすると本誌だといやちょっと待って結論だけ述べればいいからみたいな感じで止め,止められたりとかしますで多くの場合結論だけ述べよで理由はって言われてから理由言って感じなのでこんな感じでね答えてくださいねで「はい理由聞かれました依頼人に分かりやすく説明してください」で「衣装登録出願は」は経済産業省令で定めるところに衣装ごとにしなければなりませんししかし あのでね、多くの受験生さんが、ね、この年、ね、置時計スマートフォンの2つの物品を並列して記載しているから一異性一出願の,あの規定に違反しますって答えたんですよねこれね2つの物品があるから駄目ですって答えましたで「ダメって言われたんですよね「それで」っつって「もうちょっと説明してください」で皆さんどうしますかであの 条文の言葉を使って回答していただきたいんですけれどもその条文には何て書いてあるかっていうと7条で「衣装登録出願は経済産業省で定めるところにより衣装ごとにしなければならない」ってなっていて書ごとにしなななければならいないって書いてあるんですよねで今言った回答っていうのは多くの受験生さんが答えた回答っていうのは「その時計スマートフォンで2つの物品が記載されているからです」で今は2つの物品があるって主張しただけなんですよ。 だから条文にこのちゃんときれいに当てはまってないじゃないですかで条文はその衣装ごとにしなければならないってなってるんで結局ね2つの衣装2つの物品があると2つの衣装を包含することになるから衣装ごとにしなければならないというその7条の要件満たさないっていう感じで答えなきゃダメだったんですよこの2つの衣装を包含するっていうところ言わなきゃいけなかったんですよねで最近ねこの手の方が多いんですよここ2,3年 ななんととくそれっっぽいこと言っちゃダメでちゃんとねこの条文にほんとねこの文言を使って答えなければいけないみたいな事例の当てはめが多いんですよ。っていうことであのねちょっとね条文引けるようにしておくっていうのとちょっとねあのちょっとだけ話がずれるんですけれどもあの条文通り答えるっていうのはねこういう意味合いもありますのでちょっとね頭の片隅に入れておいていただければと思います。これなんかちゃゃんんとと回答しててるじゃんと思っても 案外に条文の言言葉が言えてなかかったりとすするんですよでそういう時は条,条文失礼しますで条文見てちゃんと丁寧にそのね条文の言葉を事例に当てはめて説明していくとあの突破できることが多いですので覚えておいていただければと思いますはいでこんな感じでね3つ目条文引けるようにしておきましょうであとねあのこっからは結構ね人によって どんだけやるかがね、何をやるかが分かれてきます。一二三はね、みんな一緒なんですけれどもね。で、あの、青本の理由趣旨とか審査基準が記載されている所定の資料をね。やりましょう。で、所定の資料の例なんですけれども。論文レジュメ。もし皆さんが、まあ、この、今、会場にいる皆さんの、だいたい半分ぐらいが、まあ、今から。その、こう対策やるぜっていう方じゃないですか。で。 要はだからファーストフェーズとか受けてない方だとすると今からファーストフェーズやろうとすると結構ねボリュームが結構多いんですよ。なんで僕のおすすめはあの論文レジュメ論文その模試とか論文答練とか本試前に見直した見直し用の資料が皆さんお持ちだと思うんですよね1時間とか2時間とかで全部青本とか審査基準の,あの見直せるような資料があると思うんですよ。そそこにはおそらくその 条文とかアの知識が書じゃあまあああ本とか審査基準の話が書いてあると思うんですよ。でつくじ自分が一回勉強した内容なので見直すまでにあのみ見てその記憶を、ね、そのなんか再現するまでの,あの時間が短いと思うんですよ。勉強時間が少なくなると思いますのでその自分がねやった論文デジ,レジュメがある場合にはそれやりましょう。であとそのファーストフェーズからねあの聞いていただいたりとか。 あとあの今後、口実、勉強し始めてそのファーストフェーズで何やってるかって話なんですけどまあこういう話をしてるんですよ、今までそのなんか過去問にはこれしか書いてないですよここもにはこれしか書いいてないんですけれどもまあまあここがポイントだったみたいな話とか全然知らないじゃないですか書いてないじゃないですかここもでじ、過去問そういう話だったりここが落ちやすいのでここ気をつけてくださいとか。 ここの理由趣旨とかでわあの言わなきゃいけない理由趣旨の,そのキーワードはここでしたみたいな,なんかそんな話をしていくんですけどももし皆さん僕んか口述試験やってみてもし案外口述試験って覚える覚えなきゃいけないこと多いじゃん。でちょっとインプット自分でやる時間ないからあのちょっとざっとやりたいなと思ったらそのファーストフェーズとかねこう夏からはやってた講座のあの 夏からねその今年の口述向けの方に、まあ、つ通学用と通信でやってたんですけどこの通信講座が今からでも、まあ、聞けるんですよねであの結構なんか口述試験ちゃんとやんなきゃダメじゃんっていうことに気がついてあの今から結構聞く人もいらっしゃいますでそういう方向けにあのお話もしてるんであのもし自信ない方はそのファーストフェーズのねこのインプットの通信講座を。 あの受けけていいただければと思いますで例年と違うのは例年これね全8回でやってたんですよでちょっとイレギュラーのスケールですけど2時間半かけて8回でやったんですけど去年から全6回にしたんでその2時間半かける6時間で15時間ぐらいであの見れますのでもしよかったらあの見ていただければと思います。 でそういった方で、そんな感じでね、今までオールイマンワンじゃない、口頭のファーストフェーズ受けていただいたり、今から聞く方はね、まあ、口オールインワンテキストの必須事項のところをやります必須事項って、その過去10年で本誌で出た部分なんですけれども、それやってください。で、ポイントはですね、あの、 勉強する範囲を絞るっていうのがポイントでございます。これねいくらでもやれちゃうんですよ。その論文のレジュメって膨大じゃないですか？だから。どこまででもやれちゃうんですけれどもであの本誌のそのなんか本試験近づけば近づくほどはあれもやんなきゃ。あれもやんなきゃ。あれもやんなきゃ。これもやんなきゃであの会派の。 試験会場でちょっといじめられて試験前なのにこんなこと分かんなかったのみたいな他の子みんなできてるよみたいなこと言われちゃったりとかして「はいやばいやばい」ってなって「これもやんなきゃこれもやんなきゃ」って言ってついついねこう手を広げがち広げたくなるんですけれどもでそれねまあその本試験前の,その緊張感でね集中力でバーって広げるのはいいんですけども広げた結果 その本来ちゃんと回答しなければいけない過去問とその類似問題の回答の精度が低くなってかえって合格から遠のくっていう現象が生じるんですよね。ということでそうならないようにするためにもその勉強する範囲を、ね、広げるのであれば過去問とかねその類似範囲については完璧に、ね、答えることができる絶対みんながあの回答できるとかについては回答できるようにするんですよ。でその状態を維持したまま あの無理のない範囲で広げるようにしましょう。っていうのをお勧めしてます。でねだ。どこまで勉強するのかっていうのは、ちょっと本人のその能力であったり、持ってる時間とかと。あと本人が持ってる資料とかにもよるんで結構ね。これ、いろんなちょっとどこまでやるか難しいんですけれども。もう精神衛生上、ここまでやるって決めましょう。で、それ以外の問題が出たら。 あの終わりじゃないんですよあのアウトプットの場であとで説明しますけれども誘導に乗ってそのさっきちょっとちらっと言った端的に解答してしたらヒントが多くの場合来るのでそのヒントに乗りつつ解答していくみたいなねあの練習してほしいんですけれどもあのその能力をそのアウトプットの場で鍛えていれば。 この思い切って勉強の範囲を狭めちゃってもそれ以外のとこから出てもその能力で突破すればいいやみたいな感じで割り切ってねそんな感じでやっていくんですよ。どうせねあの絶対どんなに勉強しても自分の知らない知識1問とか2問とか出るのでだからねその自分の知らないとこ出ても上終わったと思わないでくださいね。あの初めに申し上げましたけども口述試験は C の科目が1科目あっても大丈夫ですかね他のの科目で多くの場合 1>, 1科目に、ね、C の評価つくような難しい問題が出ても他の,評価他の科目は比較的な簡単な問題が出ることが多いので諦めないいでくださいねなのであの自分が知らない問題が出ることを恐れなないいよううにしましまょう知らない問題が出ても仮にそれが条文を見れば回答することができる問題であれば条文を見て回答すればいいですし分かんなかったら分かんないながらもなんかもっともらしいことを言って。 誘導に乗って解読するみたいな練習を普段からやっていけば生き残れる可能性が高まりますのであのその能力をねアウトプットの場で練習していただければと思います。で最後あのねパネル問題って何ぞやっていう話なんですけれどもこんな感じのものです。 であの例えば平成28年の問題だったら、はい、えー、と、明細書等、最初の拒絶理由を受けるまでいつでも明細書等の補正をすることができますかはいすることができます。拒絶理由を受けた後に明細書等の補正をすることができる時期を2つ答えてください。この中は2つ答えればいいんですね、みたいな感じで、こんな感じのね。 明細書との補正を認める趣旨を答えてください。で、これこれがあのクラシックな普通の問題です。で、次の問題行きましてで最後に、はいじゃあお手元のパネルを開いてくださいとか言って、なんかあの自分のその座っている机の目の前に紙が置いてあるんですよね。で、紙をブワってパネル開いてくださいって言ってパネルを開くとこれがねドンって出てきます。 でドンって出てきてこのパ,のパネルを見つつ試験委員から問題が出,せる出されるんですよ。外国語書面の明細書には発明 A1 と発明 A2 が記載されていますが明細書の明細翻訳文には発明 A しか記載されていません。この場合において発明 A2 についても特許を取得したい時どのような時期に手続きしますかみたいな感じでこれをね資格としてね資格情報が与えられた上で その聴覚でね試験員がぶわって説明するのでそれを聞きつつ回答するっていうのがあるんですけれども結構ねパニックになっちゃう人が多いんですよあの情報量が多くてで慣れなくてでパネモンうまくいきませんでしたみたいな人が結構いらっしゃるんですよほとんどの方大丈夫だと思うんですけどねでこの手の,あの情報量が多いやつが苦手な方はえっ、ー、とね昔からよく言われているのが1日数問ね 担当の問題を解くといいんじゃないかなか思います複雑なこのなんかやつですね。か今はあの予備校でなんかそれ向けの対策のものがあるんですよね。ノート富先生の口述試験パネル問題攻略上道場みたいなのがあったりとかするのでこれこういうのでパネルも対策しましょう。あとセカンドフェーズ受けていただく方はセカンドフェーズには必ず あの毎回一問パネモン入れているので私のセカンドフェーズ受けていただく方にはそのパネモンの対策もできるようにしていただいてますはいでこれがね今からでもに私が考える最速の口実対策でございますで一番重要なのでこ,この,その1時間の説明の,そのメインテーマなのでもう一度言いますよまず過去問やりましょう完璧に答えられるようにしましょう でそれと同時にアウトプット講座早めに申し込んでたくさんやりましょうできる限り申し込むとやるとであとあの条文を引けるようにしておきましょうあの本誌で頼りにすることができる唯一の資料です何かわからなかったらあの条文の言葉を使って答えれば OK な場合もありますしあと去年あたりから条文の言葉を使って「いえ」みたいなことが言われますのでその時はですねあの速やかに条文を見て あの答えてください。であの序文見ちゃダメっていう人もいるんですけどもそれはあのあ最近の受験生さんはその合格率9割以上であんまり勉強してこない人が多いからいやいやいや最低限過去問とかその類似問題についてはどの序文見ないで回答することができる程度にちゃんとインプットしてくださいねっていうことだと認識してくださいね。あの アウトトプッののの場場ねその模試とかあの本試の会場で,では序文あの見てくださいねで条文引けるようにしておいたら次は青本の理由書とか審査基準が記載されている書店の資料人によって違うんですけれどもそれであの青本の理由書とか審査基準とかねあの代表的なもので大丈夫ですあ,のあんまり細かいところはあのみんなできないのであの差がつかないのでみんなが言えるような有名なやつはあの言えるように準備していただければと思います。 であとパネルが苦手な方は1日数問担当の問題を解くかまあちょっと5番はおまけですね1234がまあすごい本質的なところなので1234やっていきましょうで最後おまけ行動リストでちょっと今日の今の講義の復習になるんですけれども復習にもなるんですけれども 条文案本の言葉でで答えることができるきよううに準備しましまょう自分の言葉で答えればま、ね、OK, OK とは考えないでくださいねこれね運が良ければ通してくれるんですけれどもあのダメ去年あたりからダメっていうのが多くなってますでまずは過去問やり込みましょうであの過去問が完璧でないにもかかわらず過去問以外のことに手を出すのはあまり良くないですよでアウトプットの練習の時期をできる限りあ多くしましょう アウトトプットの練習インプットは大丈夫なんだけれどもアウトプットの練習の量が少ないな誘導乗る力がないなとかねあとねよくあなんかね答え方とかがね結構ね悪い人がいるんですよちょっと全然話変わるんですけども結構多いのはすごくなんかいい,いい人なんですよねいい人なんですけれどもで回答言ってなんか自分の言った回答がちょっと自信なくてねなんとかについてお答えくださいはいこれはこうこうこうですうん とか言ってなんか自分でね最後に言った後に「ん?」とか言われると正しい回答言っても「はいそうですね次の問題です」って言えなくなっちゃうじゃないですかもう一度言ってくださいとかになっちゃったりすることがそういう癖がある人が結構多いんですよねでねそういうのをね,そう,うのねそ,のそういうのは良くないよってあので正しくは分かんなくてもあのあ自分で判断しちゃダメなんですよ必ず相手に委ねましょうひょっとしたらその回答が合ってるかもしれないので。 あのちゃんと分かんないながらもこれはこうこうこうですって言い切るようにしましょうみたいなそういうテクがあったりとかするんですけれどもそういうなんかねアウトプットの,、ね、その練習が少なくてなんかその辺がその自分でやあのインプットだけしてるとそういうのが良くないって分かんないじゃないですかであの練習してて初めてそのなんか。 そういう練習が必要なんですけれどもそういうのがあの少なくて落ちちゃったみたいな人が結構散見されますアウトプットたくさんしてくださいねあと早い時期からアウトプット練習してくださいねで早めにアウトプットの経験してこのアウトこういうのが求められるんじゃだ求められるとしたらじゃあどんな感じでインプットしていこうという逆算していくんですけれども でまたそのこんな感じでじゃあね次の模試ではあの取り組んでみよう。でその方法が良かったらその方法でまた来週もやる次の模試もあのチャレンジする。でダメだったらどこがダメだったか分析してこれ今回こういう方法でダメだったからじゃあ次のこん,なこんな感じで学習してみようみたいな感じでなんかうまいこのフィードバックその口実である知識をその OK もらえるような再現をするためにはどういったことが必要なのかみたいなのを自分であのいろいろ試行錯誤しなきゃいけないんですけれどもその試行錯誤の,そのサイクルを、ね、この早めに回すためにも早めに、ね、アウトプットの練習を始めていただきたいんですよね。であと自分から積極的に局面を打開すするというのが必要ですこれはあの模試とか本誌の場の話なんですけれども。あの常文集を見てその 回答できる場合にはあの問題聞かれて何答えればいいかわからなくてただそれ自分からねあのあませんじあの何答えればいいかわかんない時に沈黙しちゃダメです自分から積極的に局面を打開していきましょうでそのやり方の一つなんですけれどもその条文集を見ればね回答できる場合にはすぐ条文集を参照しちゃいましょう条文集を参照するのが遅いともったいないですあの 限られたその10分ぐらいの時間の間で条文集を見てでも最後の問題までいけば B 以上つきますのであのもし分かんない問題があったらその条文を見るのをためらわないでください。であとあの条文に書いてないこと理由趣旨とか文言あれこれ適当に言ってみるっていうのが大切です。でよく過去問見るとね分かんない時失念いたしましたみたいな表現がこう。 みたいなのが書いてあるんですけども「失念いたしました」って言っちゃうとその問題私は分かりませんで「×」であのその B の条件満た,さなきゃ満たさなくなっちゃうんですよね。B の条件はであの限られた時間で最後の問題までいく言い換えればその全問正解するっていうことなのでこの要件満たさなくなっちゃうので「あの失念しました」はないです。あの分かんでいろいろなテクニックがあるんですけれども。あの 今日皆さんお伝えしたのはそのよくある汎用的なフレーズ「国だからです」とか「妥当ではないからです」とか「公益の観点からです」とか「国際調和の観点からです」みたいなそういうなんかよくあるフレーズあるじゃないですかをでなんかまとめてみたりあともう一個ぐらいちょっとお伝えするとあの仮にその規定がなかったとしたらこういう不都合が生じるのでこういう。 あの規定が設けられてますすみたいな入り方の考え方ですね論理学とか数学でいうところの。っていうのりあその流れであの理由とか趣旨とか書かれてることが結構あるんですよ。なのでなのでもしね分かんなかったらあのそういったねその入り法の,の考え方仮にその規定がなかったとしたらこういう不都合が生じるのでこの規定が設けられてますみたいな流れで頑張って自分でその場で作ってかん答えるみたいな。 そういうなんかねあの引き出しをいくつか持っておくんですよでファーストフェイズの時にもうちょっと他にもなテクをお伝えしてるんですけれどもそんな感じで自分の中に引き出しを持っておいてそれで端的に短く言うっていうのがポイントでございますでわかんないも僕ちょっとさっきやりましたけれどもわかんないからわかんなくてもわかんないと普通はですね訓練されてないとこうこうこうでこう,こう こう,こ,うこうみたいな感じだと自分でそのボールを持ち続けているので試験員もなんかどうすることもできないんですよね。回答を終わらせてくれればそれに対して合ってる間違ってるヒントあの試験員側も出せますので分かんないながらもこの観点から妥当ではないからですって言って明確に終わらすであと自信がないと語尾がね小さくなっちゃったりとかするんですよね。ではないか とかだと回答が終わったのかどうかわからないのでその合ってる間違ってるヒント出なかったりとかするのであと正しい回答を言ってたとしても語尾がすごい小さいとあの正しい回答をしたとしてもすいませんもう一度言ってくださいとか言われちゃったりとかするんですよねでもう一度言ってくださいって言われるとあれじゃあ今言ってる回答間違ってたのかなじゃあ別のこと言わないといけないのかなとか言っちゃってなんか進むべき方向がわからなくなっちゃったりとかするんですよね。でそういういいのを避けけるためにももわかんないけれども なんとかだからですってちゃんとね語尾を明確にね切るっていうのが重要でございます。はい。でこれが理由趣旨文言あれこれ適当に言ってみる時の言い方ですね。言い方の文でございますで分かんなくてもこんな感じで言うと多くの場合誘導してくれます。あの誘導っていうのは何かと言いますと。 この,ざっくりね、この問題があってこの回答を言えばと次の問題じゃいきますよみたいな流れで進んでいくんですけれどもここにある回答をあの言うためのヒントをくれるんですよね出だしがこうですよとかねこうこうこういう条件の場合ですよみたいな感じで、ね、この言葉を、ね、言わせてくれようとしてるんですよね。でそれを頑張ってね試験品とそのヒントをもらって頑張ってその回答を言っていくみたいな作業があるんですけれども頑張ってね誘導に乗ってください。 でダメななののが死刑の誘導に乗らないんですよねいらない方がいるんですよ。であのとあるその受験生さんで私の知り合いであの商標むちゃくちゃ好きで,で特に基本書が好きで「なアミノっていうすごい分厚い白い本があると思うんですけれどもあれを、ね、ひたすら読み込んでたんですよね。で彼は何か聞かれたらなんかアミノで答えるみたいなそういう方だったんですよ。 でその人は、口述試験どうなったかというと、落ちました、残念ながらで、むちゃくちゃ勉強できるんですけどね、でまあ、彼が落ちたその2つの範囲があって、あのね、ここ、問題があるじゃないですか、網野先生に言われてることを書くんですよね、でその網野先生に書いてること書いてないじゃないですか、だから全然噛み合わないんですよね、だからこれが言ってないことになるから、次の問題、いけないんですよ。であとあの なんか,あのかあの受け答えしてて「いやそうじゃないですよね」みたいな「こういう観点から言えませんか?」みたいな誘導があったとしてそれに乗らないんです彼はいやここはこうでこうこうこういうふうに考えられるからこうなんですみたいな感じで網の説で通そうとしてたんですよねでそれはダメなんですよ死刑の誘導に乗ってないんですねでちょっと初めに戻りますけれどもあの口述試験というのは こうね、十数問がありましてここに書いてある回答を言えるかどうか言ったかどうかっていうそれだけ判定してるんですよね。でだからなんかあの自分の,その特許法とか実用新案法医療法商標法の知識を示すとか試験委員をそのなんかあの論破するっていうのがあの目的ではないのでそれをね勘違いしている人がたまに言うんですよ。でそうじゃないですかね。あのここにあの試験だと割り切って であのここにはねあの条文ア本審査基準の言葉が書いてありますので,でそれを言うように誘導してくれますのでそれに素直にのっとってここに言ってるああきっとこういうことを言ってほしいんだなっていうのを察してこれを言うというのがあの口述試験ですのでそれを間違えないでいただければと思いますで試験員にそれ誘導に乗るっていうのはそういうことですからねで喧嘩しちゃダメですかねいやこうこうこうでこうなのでこうだと思いますみたいななしでやってください。 あと出来が悪くてもここからあの本試験の話になりますけれども特許法とかね出来が悪くても引きずらないでください1科目 C でも他の科目が B 以上取れば合格でございますでうまく気持ちを切り替えてねちょっと難しいと思うんですけれどもあの思疎法商標法気持ちを切り替えてやっていきましょうで多くの場合1科目難しくてもその他の科目は優しいように調整されていることが多いので それれは思思いいいい出しててただければとととますすあと自自信信を持っ答答える答えるに自信がないとダメですもう何遍かやってますけれども正しい回答をしていたとしても「あれ?」とかやっちゃったり「こうこうこう」とか言ってそのなんか語尾がちっちゃくなっちゃったりとかすると正しい回答を言っても「すいませんもう一度言っていただけますか?」とかになっちゃったりとかして時間がもったいないばかりか自分が進むべき方向何言えばいいか分からなくなっちゃったりとかするので自信を持って答えるっていうのが大切です。で あの口実落ちちゃう方、ね、結構、ね、これが多いですね,これ,ねでこれも、ね、アウトプットの場であのあの練習してくださいよって話なんですけども口実落ちちゃう人結構、ねこ,うね、こういう方が多いですあの正しい回答を言ってもなんか、ね、あの姿勢結構重要なんですよあの口実試験だとあのちょっと、ね、よそ行きな感じでや,やっていただければと思います僕今そのこの こう,講義のね、こういう仕事、プレゼンの仕事をしているので、普段よりも、あのあのできる限りはっきりね、大きく喋るようにしているんですけれども、普段全然こんな感じじゃないですよ。その事務所で、なんか、あの同僚とか話すときは、もっともそもそこうやって下向きながらね、目合わせないでこう話したりとかしているんですけれども、そのテンションで話しちゃだめなんですよね。 お客さんと電話をする時とか誰かに対してそのプレゼンを行う時ようなこんな感じのテンションで講述試験はあの受け答えすするとあの感じがいいですなのでこれもねちょっと練習なんですよちょっと恥ずかしかったりとかねあの,あ,あ,のあとまあこの業界そうなんかちょっと内気な方が多くてなんかそういうの苦手な人多いじゃない多いってい,いうか方もいらっしゃるじゃないですかでそういう方はね頑張ってね 口述の,の模しとか当連の時だけは頑張ってねあのあの,こ,のこんな感じの外向きというかそのなんかお客さんにプレゼンするような感じで答える感じでやってみていただければと思いますはいで以上が今からでも間に合う最速の口述対策でしたでもうちょっとしつこいからやんないですけどねあ最後やりましょうかはい。 まず過去問で次アウトプット早めにたくさんやる条文引けるようにしておくで限られた、ね、その書店の資料ア本ンの理由とか審査基準がしょされている書店の資料範囲広げなくて大丈夫ですみんなと同じような代表的なものが載っているだけで十分ですでこれをやっていきましょうでこの順番でやっていくのが大切だと思いますはいで以上が今からでも間に合う最速の口述対策とはでしたはいじゃああと3週間 皆さん、講述試験頑張って勉強していきましょう。ご清聴ありがとうございました。